受賞コメントをお願いいたします。はい、えー、この度はこのような素敵な賞をあのー、いただきまして、とても光栄に思っております。ありがとうございます。うます <laughs> そうですね。あのー、まあ僕はこういったあの賞をいただくのは今回が初めてなので、あのそれがこういったたくさんの映画を愛しているあの方から。 選んでいただいたというのは本当にあの嬉しく思います。そうですね。えー、まあ、3年前ぐらいから、あのマネージャーさんとかと映画を中心にやっていきたいという話をあのしていて。 でまあ、今年は映画がたくさんおかげさまで公開する作品があったりとかこういった素敵な賞をいただけたりとか本当にあのその一つ一つの現場で出会った共演者の方だったりスタッフさんだったり監督だったりっていうあのそういう方々との出会いが本当にあのこういう賞をいただける結果をこう導いてくれたのかなと思います。 本当に、えっと、僕みたいな、あのなんん、か、いや、すませ笑っちゃいますよね、<laughs> いや、本当にあの僕みたいなそういうやつがあのこういう場所に立てるっていうのは、あのなかなかすごい危惧なあの感じであの今、もうすげえテンパってますけどあの本当に笑っちゃいますよね。 <laughs> そうですよねすいません本当にいやあのまあいろいろあのいろんな気持ちがあってなんかあの俳優をやらせていただいててあの本当にすごく嬉しい感じですあのはいすいません本当に <laughs>、えー、改めまして松坂桃李と申します、えー、この度は本当にこのような素敵なショー、えー、そしてこのような 素敵な場に立たせていただき、本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。<laughs> えー、あのタマ映画賞が、えー、今年で10周年なんですよね。あのそれで気づいたのが、実は僕もあのお芝居を始めてあの約10年経ちまして、そのタイミングで。 このような賞をいただけるのはか何かの縁かなと勝手に思いながらちょっとさっき袖で10年を振り,かっ振り返っておりました <laughs>。